こんにちは、吉田結衣と言います。京都外国語大学の2年生、地域で活動するボランティアサークルに入っています。今日はカナダに留学していた時の友人が日本にやってくるということで、京都案内をすることになりました。Excuse me. Sumimasen. Great. Oh, excellent.How have you been, Jack? I'm great, but I'm Michael. How's mom doing, Michael? She's doing good, but I'm Jack. All right, let's do the handshake. Okay. All right. Jack とマイケルは双子のカナダ人。ホームステイ先では本当の兄弟のように仲良しでした。ちょっと派手でチャラいけど、意外といい奴らなんです。でもまあ、おかげで今日は大変な一日になりました。何年ぶりかな。なんか2人が日本にいるの不思議やわ。でも2人はずっと日本に来たいって言ってたもんな。あれ？あれ？ちょっと！もう赤いやろ、勝手に破いたらもう。 But if I don't open it, how am I supposed to know what's inside? What do you mean? Is that a sample? サンプルが放送されてるわけないやろ。すいません、本当に。おっちょこちょいの2人ですが、確かに習慣や文化なんかが違うとわからないこともたくさんあるわけで、そういう時には遠慮せずはっきりと伝えることがお互いにとって大事なんだと思いました。
ほんまにこの辺にゲストハウスあるん? According to the map, it should be somewhere around here. Oh, is that it over there? 違う、あれはラーメン屋の光。もう。ことはちゃんと伝えること、そしてしっかり聞くこと。違っていて当たり前なんやから、そこからしか始まらへん。昨日2人と別れてからそんなことを考えていました。